うえー、入った。でかくない？挟まれたら 100% 指の神経が切れます。皆さんこんばんは、ホムサピです。今日はですね、お腹が空いたんで、アラカです。トアミヤニキとまた遊びに来てるんですけど、海に来ました。夜の海に来ればね、だいたい食べ物が落ちてるので、バケツ忘れたんで鍋なんですけど、まあバケツも鍋も似たようなものなので、ここに突っ込んでいきます。夜の海はねマジで面白いですよ。照らしたらね、だいたいなんかいるから。おー、イワシ、イワシの群れ。え、やばやば、ね、こういうのがよくあります。余裕で救えますからね、こいつら。はい、救えました。とりあえずイワシですね。イワシはまあいっか、こんだけいるならいらねえか。でこんだけイワシがいるってことはね、これを食いに来るフィッシュイーター、肉食魚もいるわけですから。なんかいない、あ、危ない。漁港の護岸ってこうなんか急に崩れてるんですよ、よく。しかもこういうのがあるんですよ。引っかかった暁には海に転落ですよ。絶対落ちるんですよ、いつか。俺運命を受け入れてはいるんですけど、今日じゃねえんで。なんか白いイワシと明らかに違う魚がいますね。あれは何でしょうか。弱ってる。お、入った。アジ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 。うわー、アジじゃん。アジくせえのかな。あ、くさ。食えますね、はい。鍋に入れました、これ。これ採用。とりあえずアジ科のなんか入れ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 。はい、おつ。入った。でかい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 。さっきよりでかい。成長してる。え、ダン。まずアジを食います。きっとな、このナイフ。ちょっと水で洗います。荒川さんが潔癖症なので洗います。なんで俺。火をつけます。はい、塩、あーった塩。いけ、ルーモス、マキシマ。おー、やべ、かきすぎた。やべ、マキシマムの残量が。やばい、こんなしかない。どうしよう、やべえな。おー、めっちゃうまそうだ。ちょうど同じ太さの木が。おお、箸になった。箸のために生まれてきたんですよ、こいつは。よいしょ、裏返る。オッケー。あらー、このハラミの部分いっちゃおうかな。じゃあいただきます。うまっ。荒川も食べます。いただきます。うめえ。テッカテカ油で。いただきます。うん、まっ。そしたらね、次は夜の磯を観察します。何が取れるかわからないのが磯の楽しさです。ガチャガチャです、天然の。あ、カニちっちゃいな。お前、お前はいらねえか。いや、ダメ、挟まれなきゃ。俺は挟まれなきゃいけないんだ。あ、いたたたたたたた。あのカニに挟まれてから、その辺のカニが全然怖くないんですよ。見てください皆さん、今日クロックスじゃなくてね、靴で来ましたよ。ちゃんと安全です。とても安心感があります。死にかけの死滅回遊魚いました。死滅する瞬間、リアルで死滅する瞬間っす、これ多分。さて、命の終わりを見に行くか。うわぁ、ほんとだ。寒すぎて死滅する寸前の死滅回遊魚です。朝になるとカニとかに食べられちゃっていなくなるから死滅回遊魚っていうふうに言われるんですけど、儚い命の最後の瞬間がここです。そういえば海の水ってしょっぱいんだっけ。あ、しょっぱ。ほら、お、取れた。これクロダイじゃないですか。これのサイズだとなんていうんですかね、チンチンとかですかね。チンチンサイズ。あらじめに入れたらうまそうだな。なんかいないかな。お、でか、待って、やば。松葉貝でか、やば、やば。いや、ここにもあった。やばくねえか、これ。松葉貝っていう貝なんですけど、出汁も取れるし、しかも身がね、つぼ焼きにすると超うまいんですよ。このサイズなかなかないよ。こういうへばりついてる系の貝はここにナイフ入れて、おいしょ、で、テコで、はい、外れます。うわ、これいいよ。醤油垂らしてね、裏返してつぼ焼きにするとね、超うまいんですよ。おれー。この松葉が漁業権かかってないんで、ただでこれ取れんだよ、みんな。いきますよ。おいったよ。し、オッケー。あれ、やば。よっ、人差し指1本分ありますよ。油断してるんですよ、こいつら。よく見ると手でね、一瞬で。おらー、無理だ。あ、指入った、指入った。あ、いけた、いけた、いけた、取れた。もうこれ貝同士で取れんじゃね、こうやってテコの原理使ってさ。あ、取れた、取れたわ。貝が貝で取れた。帰りがね、よく事故るんですよ。濡れてるテトラマジで滑るんで。濡れてるテトラはね、持久走の時の一緒に走ろうぐらい信用しちゃいけないです。俺勉強してねえわっていうやつぐらい裏切ります、テトラは。百発百中で滑るんで。ガザミいたって。ガザミ、うまいやつ食べたい普通に。ほら、ほら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 。え、でかくない。え、いいやん。おい、オッケー。え、でかくない。爪めっちゃでかくないですか。ちょ、一回リクレ落ち着いて考えましょう。ちょっとカニについて。俺このカニ見たことあるな。結構やばい方のやつだ、これ。これね、挟まれたら 100% 指の神経が切れます。おちょくるだけおちょくってみようから。うわ、こわ、うわ、こわ、うわ、こえ。え、待って、カニ2匹いる。はい、お、よし。あ、オッケーです。見えました、見えました。はい、はい、はい、入ってね。まさぴさん側に入ってね。あ、俺側に入った。おお、台湾ガザミいた、前と同じやつ。バカ油断してます、こいつ。めっちゃ寝てる。
はい、いってらっしゃい。はい、はい、はい、やばくね。黒鯛のちっこいやつなんですけど、普通にお刺身でもうまいし、あと粗汁に入れてもうまいですね。味噌汁ですね、こいつは。ノコギリだよ、多分これ。ノコギリワザミか。この前俺のサムネは最強のガザミに挟まれてみたっていうサムネだったんですけど、あれはちょっと嘘ついてまして、この台湾ガザミはですね、ガザミの中で最強と、おい、やば、え、砕かれてる、砕かれてる、砕かれてるわ、腕。これ絶対ノコギリガザミやったろ。台湾ガザミはですね、ガザミの中だと弱くはないんですけど、上から5番目とか4番目とかかなんかで、このこいつ、あっぶね。このカニはですね、日本のカニ界最強と言っても過言ではないガチヤバのカニです。この爪の厚さってどうやったら伝わんのこれ。朝です。今朝取った松葉貝をつぼ焼きにしていきましょう。磯丸水産で食べるやつですね。うわー、美味しそう。つぼ焼きはね、この醤油を直接注ぐのがいいところですよ。焦げた醤油の香りがね、あー、いい香りする。マジで磯丸水産です。ちょっとじゃあ俺から行っていいですか。いいっすよ。裏はこういう感じです。いただきます。あ、うま、めっちゃうまいんだけど、貝なんだけど、何の味だこれ。サザエに近いのかな。じゃあ荒川もいただきます。うまっ。サザエのね、肉厚版で磯っぽい香りと砂が入る。味噌汁はとっても簡単です。さばいたお魚が用意してあります。さっきの黒鯛ですね。黒鯛イン、ガザミの一番ちっちゃいやつをイン。この子ね、取ったけどね、めっちゃちっちゃいから逃がすわ。今着放しました。気持ちよさそうに空を飛んでいた。カニは泳がなきゃダメじゃん。次こちら、台湾ガザミ。ポン。とりあえず鍋にぶち込みますよ。これ元はね、漁師飯で船の上で余ったアラで適当に煮込んだ味噌汁なんで、これが本来の姿のはずです。こいつも入れます。中くらいサイズ。最後にこいつっすね。水ぶち込みます。すげえちっちゃな微生物が泳ぎ出したけど、まあ気にしねえ。煮込めばいいんだよ、煮込めば。はい、腕をもぎました。これはこれで網で焼いていこうと思います。ゆだるまで待ちます。だいぶ出汁出てきましたね。カニの香りがめっちゃしてきました。カニ汁になったな。粗汁だと思ったら全然粗くねえわ。まあうまいけりゃいっか。味噌入れます。カニの中に塩分が入ってるんですね。だから茹でた時点でちょっと茹で汁がしょっぱくなるんですよ。カニ汁の場合はですね、あんまり味噌を入れなくても美味しいです。黒鯛ちゃんとホロホロに溶けてる。ここは粗汁っぽいぞ。黒鯛ね。まず味噌汁完成ですね。飲みます。あー、うんめー。マジで染み渡るうまさが、めっちゃ染みるわ。うー、カニ味噌入ってるわ。硬いけどいける、頑張れば。いや、いた、いた。血が出た。血は出なかったことにして食べましょう。身です。ね、これうま。カニ味噌いただきます。うめえ。この付け根の肉よ、うま。このカニに漁業権かかってないっつうんですからね、面白いですよ。まあこの場所はだけど、取っちゃいけないところもあるんですけど、はい、見てください。今回カニを洗わなかったので、ここに汚れがめっちゃついてます。これがあるから洗った方がいいですよって毎回言ってるんですね。あったけー味噌汁。黒鯛いただきます。え、うまっ。何、黒鯛やば、めっちゃ粗汁だ。黒鯛やべえな。黒鯛うまっ。もうこのまま火にかけるだけ。アスタキサンチンがタンパク質と切り離されて青から赤に変わりましたね。なんかめっちゃ蒸気出てきた。なになに、スチームアイロンがある。熱っ。スチームアイロンから食べてみるか。とりあえず関節を外そう。あっ、え、急に来てしまった。ノコギリガザミの身いただきますよ。もう俺食べちゃう、我慢できない。あー、なにこれ、甘くて、え、ミルクみたいな味がする。腹硬すぎてやばい。分厚さがえぐいんだけど。100均の植木鉢とこれ食感一緒だぞ。結構ガチめに噛んだら割れる感じ。すげえミルキーなんだけど、予想外の味がする。あちち。うん、さつまいもみたいな甘さを感じる。硬すぎだろ。からいくよ。ドゥルーン。うん、まだにこれやばくない。これクリーミーなカニ。おいしょ。シートベルト押しまして。ということで、本日も動画を最後まで見ていただきありがとうございました。この動画がいいと思った方はぜひチャンネル登録お願いします。また見てください。ごちそうさまでした。荒川さんのチャンネルもね、おもろいのいっぱいあるんで覗いてみてくださいね。深海魚とかいっぱいあります。